全国の麻雀ファンの皆様こんにちは。本日は第13期グランプリマックス二次予選 B 卓の模様をお届けいたします。司会実況は私水越京子が、解説は柴田義和プロが務めます。柴田プロよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第13期グランプリマックス二次予選 B 卓4回戦の対局が立ち合い人広柴田の合図で開始されました。なお一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで5回戦を戦い、トータルポイント上位2名がベスト16に進出します。トーン1局ドラはチーマン、選手の並びの方を紹介してまいりましょう。ちいちゃんは森山、総勢で1面ずつあります。急走からの切り出し、なんちゃは佐々木、純が統一、シャーチャーは西川、ハツが統一で持っているのが見えます。ドラも1枚、あんこたペチャは吉田、お高さのシャーか統一で持っている状態です。会長もいいですね。はい、はい、はい、それでは4回戦後半戦となりまして、現在西川が抜き出ている状態となりました。でも言うほど上下まだ差がなくて、はい、西川さんの敗退も全然まだある、あと2ハンチャンありますからね。あ、このハンチャンでトップを取れば西川さんだけ抜けるみたいな感じですけ ど、 なるほど。逆に久里さんがちょっとね、なんすかね、ターゲットの2番手の会長と33ポイント差、はい、とはいえちょっとこのハンチャンで沈んじゃうときつくなるかなって感じですかね。僕はだいたい1ハンチャンで20ポイント、はい、との差をつけるのが結構難しいかなと思ってるんで、はい、最低ね、あと1ハンチャン残ってる時に20ポイント差にしときたいなっていう思いでは、まあ大体の皆さんもそんな感じでやってるとは思うんですけどね。はい、なりますと、じゃあ西川はこのポイント差をキープしたまま5回戦に行きたいという。そうですね、抜けちゃいたいっていうよりは、はい、ここ浮いて有利なポイントで30ポイントつけて、はい、ターゲットとつけて、最終戦迎えたいなっていう気持ちの方が強いんじゃないですかね。おー、でもめちゃくちゃいいですね。はい、西川早速初ワンコにしてドラ1枚持っている状態でのいいシャンテンです。現状頭の方がない状態。会長もこれドラ引けただけでもうね、はい、勝負手になっちゃうんで、勝負手ですね。はい、さあ吉田はシャアがあんこになっています。少し残った形苦しいでしょうか。さあ森山はカンチーソーやカンチーマンなどの受け入れ、今いろいろある状態ですが、これは3品の方でスライド、まあ、そうですね、マンズの、まあ、ドラは確実に出てかない方向にすると思うんで、はい、ハツを切って、はいはい、ドラ1の両面リーチを打つかどうかは難しいところですけどね。はい、パーマン重なったらテンパイ取らずの可能性も、それもね、中盤になってくるとね、はい、闇天の役割テンパイですからね、1300の役割テンパイは僕は価値はあると思うんで、はい、パー重なったら普通に僕はドラ切ると派なんですけどね、それもなんか選択が難しそうですね。そして森山ちょっと難しい感じでしたが、三層はつむぎり、素直でいいシャンテン取りましたね。はい、佐々木はチートイツの方を見てる感じでしょうか。吉田ソーズの方で増えてきましたね。ヤマンがアンコになりました。これはどうしましょう。ちょっとまず数万切り、そうですね、3アンコとかも捨てずにって感じですか。はい、9番が3枚切りだったんでちょっと難しかったですけどね。タイヤ方向にチュンチュンとかもありましたけど、はい、吉田はチートイツでしょうかね。はい、さあ西川はイーシャンテンの状態が続いています。チートイツ、数万か、これで頭ができて6、9万でのリーチ。結
今3枚切れでしたけどね、結構勝負リッチ、勝負リッチ、さあリチャーズドラ1です。積もれば大きい。9万は3枚切れて手配にもない。でも1枚残ってる、まあ、5200の出上がりでも大きいですからね、このリッチのルールは、はい、積もればなおさら嬉しい。ローマン残り1枚、あ、そして9万が吉田がキャッチしたので上がれるのはローマンだけ。佐々木はもう受ける方向性で、あ、ローマン強い。リーズも初ドラ23900の積も上がり、残り1枚のローマンを見事に上がりました。1枚目はこれで結構ね、はい、有利と思ってた西川さんがね、はい、8000点持ったんで、結構これで一枠どうぞどうぞってなってる可能性はありますね、3人からしたら、はい、そしたらじゃあ残りは2着を争っていくっていう意識に変わっていくんでしょうか、はい。さあ親番は佐々木になります。ドラは3走なんで、西川さんがもうリーチって言った限りには結構もう逃がしてくれそうですね、はい、なるほど、この人に向かっていくだけ損っていう考え方が出てきそうです、はい。さあ森山はチーマンがんこになったところです。親番佐々木はメンツの方がなくてちょっと苦しいか、西川はドラのメンツが1つ、うん、吉田ドラが1枚、初が統一であります、うん、あとカンちゃんペンちゃん多い形です。佐々木吉田統一もちょっと多い手格好、そして森山この9万匹で789の3色も、ね、ちょっとだけ見てますか、見ている感じでしょうか。ようやくピンズで一面強しだ。お、9ピン引き。これは何を小さ切り。抜走から入った時だけ3色になる形ですか。あ、なるほど。いい3点、うんね、ドラ切りの1000点のテンパを取るかどうかですけどね、はい、まだこの順目ならね、ドラ使って初もあんこにして2003球が見えるんで、はい、まだポンテンの1000点は取らなそうですけど、はい、うん、これだとね、ドラは固定で、はい、ってこれ 3,4,5 ですもんね、はい。吉田にもチャンスで、はい、柴タイヤをドラに締め出して、ね、タイヤ2差しも見えちゃいますかね、はい、あ、パーピンがしかし役なしの転廃、はい、ここは闇転、3色の手代わり待ちとドラの重なったらリーチっていう構想ですか、はい、このイシャンテン、はい、イシャンテンです。あ、ドラ、あ、初があんこで3層短期で闇テン、はい、ね、今パーピンを切って関数層の転廃もね、3色を強く見た、はい、3色もありましたけど、ええ、これはドラ短期で伊達を見るというよりも後継にしてね、上がりやすさにすると思いますね。例えばローピンとか引いてね、はい、三面茶になったら、なるほど、上がりやすさの方にしそうですけど、この仕掛けで入ったことによってドラが切りにくくなっちゃいました。現状ドラは全員1枚ずつ持っている状態、そして西川の仕掛け、高橋さんの判断、勝ち層転廃、さあこれで森山にも関連層の転廃が入りました。でも連層が3枚切れ、うん、いい層かな、とりあえず取った、とりあえず取った状態、そして残り1枚の連層も西川が持っているので上がりはちょっと難しい状態、うん、ね、そして吉田も山にはドラはない、けどドラだけどこう、感知層はどうですか、感知層は1枚持たれと1枚切られてるんで2山ありますね、2山ですね、はい、現状西川が一番有利な状態、
これは3ピン、ドラ切れないですよね。サブローピン良さそうですけど、あ、まあ、前ならね、あの先行でドラ、はい、誰も仕掛けてない状態になったので、ね、あっしそう。おさあ西川のつま上がり、弾用ドラ1で500銭のつま上がりとなります。安いですけどね、やっぱり6目の曲進行は嬉しいですよね。はい、はい、これで加点をしてさらにトン3曲へ順調にこう曲を消化しているという印象が、うん、ドラリアンピン、ドラドラ初初、うん、乗ってます。加点しに行きますね。はい、ここも悪くない。吉田も A、 789の3色ピンズとソーズで789ありました。それも悪くない。早速初を仕掛けていきます西川、さらに加点。やっぱねこのルールドラドラあるとね前に出やすいですよね、はい、うん、手役を作んないと高くならないんで、結構ドラの、はい、占める、ね、割合が高いんで、自分がドラドラだと相手に補充して高いリスクが少なくなりますからね。自分がドラドラだとまあ行きやすいし、うん、佐々木はちゃんと行く。さあ吉田もいいシャンテン、はい、まあ、シゴロとかサシゴとかもペイしたいけど、ペイが統一、ペイはちょっとスピードがなさすぎますもんね、はい、ドラッコいや、これはドラさんは決定打ですね。上がれたら、これ上がれたらなんかもう、あ、うわ泣けた。あれ、うん、泣かずに、泣かない大人ここはもう自分の角でもできるでしょと、もうそんなに飛びつかないんですね。飛びつきそうですけどね一目散にちいって言いそうですけどね。さすがです。森山さん、めんちゃん、そして佐々木も、じゅんちゃんですよ。さあ何残す、頭がない形となっています。うん、そのシャンテンが良くなりましたね。はい、ね、ここ数は、ね、目いっぱいか高くするペーペーもまだありますけどね。あ、ここは目いっぱいの方選択、はい、7、8、9もつきますか。さ あ, さあ頭がない、ないけど、まあね、はい、リアンソー1枚切ってね頭候補にするのもあるんで、はい、11アッパイは残すのが普通ですよね、西川さんの手は。うん、スーソー切っちゃった。ピンとチーソーどっちが勝ちやすか、重なりやすいかだけですね。でもフリテンのスーソーの方、うん、スーソーはいずれ出てき、まあ、フリテンになりそうですけどね。あ、まあ、3層スーソー引く可能性もあるし、3層チーできる可能性もあるんで、はい、これは、ね、フリテンとか関係なく残しそうですけど、ね、これはスーワンが頭で確定と、はい、下手したらトイトイまでついちゃう可能性とかも、うん、出てきましたかね。あ、そしてイスチーピンは、イスチーピンのリッチ、見た目はめちゃくちゃいいですけどどうですか。 1,2,3,4 枚切れ、4枚切れで手牌が 1,2,3 枚持たれ、7枚、残り5、残り4枚ですか。残り4枚、はい、あ、そこだらひょう。あ、でもこれは佐々木はどうでしょう。行かない、行かないですね。まあ、やっぱりね、はい、ちょっと通りそうでもね、はい、基本森山会長のリーチは高いってね、イメージがありますからね、はい、なかなかね、リアンシャンテンからは押せなそうですよね。ドランコの西川はどうでしょうか。うん、このチーマンとかって筋で、あ、これは筋、ローピンにくっつけて勝負みたいなイメージですかね。吉田も受けている状態。うほほほほほ、これは上がりやすく開けながらローピンまっすぐ三万短期、まあここで決めてやろうと。というかこれはトイトイがつきましたよ。そして三万どうでしょうか。初トイトイドラさん、三万一応現物なんですね。三万一枚いる、
3枚1枚、はい、あーでもチーピン、チーピン捕まりました。おー切らない、チーピン短期だ。チーピンいる、1枚ありますね、チーピン1枚いる。あうわもう、ね、いやでもチーピンに捕まっちゃってますからね。よくチーピン3枚短期選びそうですけどね。あチーピンって危険なのか、ウーピン2枚しか出てないんで、ね、こう自分の上がりより受けたって感じですね、このチーピンは。はい、会長に対して。あすごい、でもなインパチに目がくらんで3ワンタンキにしそうですけどね。さあそして森山の椅子、チーピンまだ積もれず、西川さんが上がっちゃうことは、西川が上がってしまったら大変。まだ1枚あるんですもんね、まだ1枚 GP の方は。あ、ごめんなさい、 GP はもうなくなってました。あ、そうなんだ。じゃあ石川さんの上がりはないんだ、残念ながら。でもこう当たり牌止めた、ね、素晴らしい当たり牌止めての連チャンとなるでしょうか。配定だと、さあこれで配定は、うん、残念ながら積もれず。さあ森山西川の2人転敗で流局となりました。森山の3連ちゃん、西川の虎さん、残念ながら実らずですが、うん、さあ連ちゃんしたことのようにどのように次の曲どのようになっていくでしょうか。トン3曲の一本場、ドラは嘘、ドラが1枚見えています。ドラ2、またドラドラですよ。またもう悪くないけど、メンツがないのか。そうですね、両面ターツも一つだけ、そうですね、その次第。吉田シャーとペイが統一、ドラも一枚、赤字はいいですね、森山いいですね、単葉で、はい、単品丸見え、うん、まとまりそうな手格好。あ、痛い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 、チュンがかぶってしまいました。酸素入れた、しかも換算数入れて、吉田はちょっと悩ましい感じですかね。ドラターズがありますからね、はい、ドラの両面ターズですからね、難しい。そして森山はどの両面を切っていくか、うん、ドラ受けとイーペイコーの方だったので、なるほど、打点中止な、はい、789の3色が見えているのは吉田、吉田じゃなかったです、すいません西川でした。さあ森山ラーメン、ラーメンのイーシャンテン、うわあ躊躇なく切りますよね、タシさん。ドラターツ、これはもうドラも迷いそうですけど、そうですが森山からの先制リーチ、パーピン、高めのパーピンはいかがですか。高めのパーピンだと7700ある、そしてパーピンはニヤマです。うーピン全山、お山強いです、強いリッチ。あ、ここに1枚、西川さんは9ピンの方ですもんね、切るなら1ピン引くと危ないけど、うんですね、1ピン引いたら出るでしょうか。うあでももうこれでちょっともう行きにくい感じ、これでもパーピンは出ない形、うん、あドラ行ったけど、入り目ですよ、ドラ、あドラポンしたし、ポンしてどう、これはちょっと待って、しかもさ今日は無筋よ、どうしたのみんな急に、ええ、ドラ切る方も切る方だけどポンする方もポンする方すげえな、の仕掛け結構すごい、嵐を呼びそうな仕掛けですよね、だって肩割りっすよ西川さん、急にスイッチが入りましたね、どうしたの。そして吉田ピンツ引いた、これは貫禄ピン転敗ですもんね、貫禄ピンか、はい、ドラ切った人確実に転敗ですからね。さあロピンは残り1枚、ロピン1枚あります。ああ休めですけども、はい、いいでしょう、ロピンのつまがりです、
ドラ切られてドラポンされてかなり恐ろしい状態でしたが、リーチ単用ピン2つもで1300、2600は1400、2700の上がりとなりました、はい、お釣りですね。2300ワック合ってますね、はい、すいません。で親番の方流れまして、トンの4局となります。吉田の親番、終盤に向けてバチバチしてきましたね。はい、西川さんがバチバチする必要があるのかっていう意味はちょっと置いといて、そうです、ちょっとドラを切ったことに対して何かこう感じ、ね、何か熱くなるものがあったのでしょうか ね、ちょっと怒っちゃったかな舐めやがって面白い。さあドラは小さそう、吉田のハイパイ、うん、ペイが統一ピンツで一メンツ、でもちゃんと丸見えですね、うん、そうですね、ちゃんと見えますね。ドラも1枚持っています。会長またいいか、そう森山、そうです ね、なんか単用系の手格好で、最近もドラが1枚でメンツ2つありました。はい、西川統一が多そう、多いって言っても3つぐらいしかないか。おカッパスト引き入れた、これはまたちゃんと叩くちゃんと上がっちゃうか、手役が見えそうですね、はい、キューピンがあんこ、わー、うん、くっつき3ワンと、なんかくっつきでしたね、ちゃんとの3ワンチーワンのくっつきか。ただ場合によってはちゃんとにはならないけど、でも親番だしドラ1枚あるしだから何でもいいですよね。いや田橋さんもう、はい、ちゃんと1本だと思いますよ。ちゃんと1本ですか両面の3900リーチはしない人だと思いますけどね。ダメですか、数万とかダメですか。数万めちゃくちゃ嬉しいですけどね、橋さんはなんか拒否しそうじゃないですか、ね、つもぎりそうですけど本当ですか、はい、あ、テンパイです。佐々木カンパスト、カンパスト闇天に構えました、はい、数万引いてほしいな、橋さん叩き切るイメージしかないんだけどそんな吉田が見たいと、はい、このカンパスは上がれません、役がないです。でローピン切りのところで急走とかね、はい、テンパ外しもありましたけど、素直にあ、なるほど、いっぱい取りましたよね。ああでも山引いたから、はい、文句なしのリーチ、高めならばちゃんたいい数万です。数万上がりますよね、数万。ちなみに数万はもう山には、あ、2万だ、先生でテンパ入れていた佐々木からの2万、リーチちゃんとドラ1で12000点、これは大きい、吉田2回目のちゃんと、佐々木さんもテンパ入ってて自分で2万切っちゃってましたからね、ちょっとこの順目ならね、ひょっこりつもがあるんで、はい、行く一手だったような気がしますんで、やむなしですか、はい、ちょっと久里さんがちょっと黄色信号から赤信号に変わりつつありますね。はい、吉田の親、吉田連ちゃんです。ドラは小さそう、森山ダブナントイツ、マンズでも一メンツ争い、会長と田橋さんの差が500点差と、うん、平たくなってきました、森山吉田の差は。さあ西川ドラが1枚、親番の吉田またほのかに789見えるか、うん、森山ダブなんとチューンが統一、佐々木2メンツ、うん、ドラを引いてまた3色と一気通貫が、うん、そして森山ダブなあんこにしました。キマ引いた、うわこれはまた手役が決まりそうですね、これはそうですね、そして森山とのぶつかり合いもありそうな、西川はちょっとお休みな感じでしょうか。会長はチュンがまだしょっぱいなんですね。まあ、本一にしたいですね、ヤクヤク本一を目指してイーピンかリャンピンから、一応統一系を見てリャンピンかな、あら、うーん、一応イースピンの受け残したんですね。チューンは当然のスルーと、チューン2枚目、2枚目はさすがにしょうがなくなくかと、はい、
当たり前のように本一しましたね。先は単野へ。でこの競ってる田橋さんなんで親落としのテーマとしても合ってると思うんですけど、はい、やっぱ打点見れる時は見れるのが会長のフォームですよね。はい、老僧がもう3枚見えなんで、はい、これはサブロッキュー層、あ、うん、もう1通の方なんですね。3色か1通か選択でしたけど、となるとあれですかね、仕掛けとかもありますかね。三層や九層地、三層一枚切れ。田橋さんタイプ的に安いって嫌いなんで泣かなそうです。泣かないですか。3枚目でようやく考えるぐらいじゃないですかね。2枚目ぐらいじゃ。でもね、難しいのはターゲットが下茶でポンしてるってことなんですよね。なんで、うんうん、あまり速度を遅らせてもマンズを切れなくなっちゃうっていうのがあって、あ、はい、あ、ドラ泣くのもある、ない、なかった。まあ単ヤオのリアンシャンテン戻しみたいなドラポンだったんですけど、はい、それよりもドラ切ってでも、うん、これ三層泣かなかったですね。はい、あ、ああ大正解、三層で撤廃、生き通貫三層二枚切れだけど、ここに1枚あるんですね。ここに1枚どうでしょうか。今のところもう3人で積もってるような、あ、こっちもイシャンテン、広いイシャンテンです。久里さんも単品イペーコ見えるんでね、全部いくでしょうね。三層は現在引いたら皆さん積もっていくでしょうかな。こっちも8000の転廃ですよ。はい、サブローマンです。うわ、こっちは何、こっちなんだ、リャンソーで転廃、リャンソーも、あ、嘘、佐々木の上がりとなりました。単葉ピンフ2000点、よく逆転にしましたね。はい、まあ、マンズの本位っぽい人がいたんと、はい、親のドラ切りがあったんで、はい、まあ、黙ってれば確実に拾える、今みたいに、ね、拾えるリャンソーだったんですけど、はい、まあトータルポイントと現状のラス目ってことで、はい、打点の1326も大きいんで、打点を取りに来てもたくさんいたと思うんですけどね。はい、見事な闇点でしたね。はい、なんかどっちから8000か12000円か炸裂しそうでしたけどね。見事な闇点で、ね、なんか一矢報いたみたいな感じですけど、そして西川としても2000点でこう流せたっていう、ありますかね。まあでもね、自分が2000点でもね、はい、失点して曲を進めるのはあまりね、いい感じはしないですよね。やっぱ横移動が一番いいんですけど、はい、まあね、あの4着目は佐々木さんが加点したってことに対してはね、まだ良かったんですけどね、はい、自分が失点した以外は、はい、では難入しました。親番は森山となります。ドラーパーピン、ソースも多い手格好で、仕掛けは、はい、西川さん6000点浮いてるといえ、まだ難入してあと4局じゃないですか。はい、テーマとしては浮いて終わりたいので、うん、6000点浮いてあと4局は結構不安じゃないですか。 あと一上がりぐらいしないといけない感じなん で、ね、やっぱりね、ちょっと失点は嫌だなって感じでやってるとは思いますけどね。西川さんがそんなちっちゃいこと考えてるかどうかは別として、お母さんのちっちゃいことを考えながらいつもやってますね。いや、でもそういう小さいことを考えていくのがきっと強さなんだと、うん、いや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 、ドラドラでしたね、田橋さんは。はい、ドラドラでした。現状トップ目です、吉田。西川さんはチートイツ方面、これはシャアの統一落として単葉にこうでしょうか。そうですね、これはまたちょっとドラがパーピンなんで難しい、はい、ピンズの方を残していく形、急走頑固西川、数案下の目は一応ありますか、ね、残しておきました。お、これ単葉目になりそうですかね。ね、森山はパスソーが一枚入れなんで、はい、田橋さんが3900よしで動くかどうか、動かなそう、なんか意地でも5200にしそうですね。はい、そして森山の方の仕掛け、はい、パスでの土が入りました。そしてこれ嬉しい観浪マン、勘違い転廃、いや転廃ですか、これ
あ、テンパイです、佐々木カンチーピン、タイヤドライチ、さあどうでしょう。リャウワンとウーワンチーワンのにカンちゃんの、うん、違うな、いいペーコができてるような形です ね、 ね、そうですね、はい、2233444の何を切るのが3万を切るのがそのなリャンカン、リャンメン、あ、なるほど、リャンカンで、おっとさらにソーズ、じゃあ先はカンチーピンでテンパイ、このカンチーピンですが、ドラ表牌に1つと場に1つで残り2枚、ドラを重ねても、はい、スーピンが1枚切れなんでいい待ちにはならなそうなんで、なんかこのままリーチっていうのもありそうですけどね、はい、打点で詰まれば満貫ですしね、うん、チートイツのイーシャントに戻ってきましたね、大志さん、テンパイ、テンパイ、テンパイ、森山チュン重ねまでテンパイ、ウソチュンですかね、ウソとチュンの中膨れのシャンポン、チュン、西川さんのチュンは出なそう、チュンはそうですね、西川のとこに1枚8000テンパイ、あ、そして吉田カンチーマンで単葉イーペーコードラドラのテンパイ、お待ち替えありますか、あ、これ1通がついてるんですね、あ、いや789がついてるんで、ウソ切って5パーのテンパイでもいいならこのままですけど、これだと、あ、ウソ、あ、でもこれはあきもう嘘切ったんだ、連想の方も切りましたけどね、はい、さあ森山の上がり、本一一通で5800点の上がりとなります、そうですね、連想は1枚切れてる、はい、2枚切れてるんで、はい、シャンポンがないんで、なんか連想の方が安全そう、安全そうですけどね、連想取って、でもそうか、待ち替えとかもあったしな、この上がりで森山が吉田超えてますよね、はい、まあ、5パーでした、あ、5パーですよね、本一本一ですもん ね、 ですね、はい、はい、さあ森山何がといつ、さん苦しい、うん、ちょっと佐々木は大きな、ね、人上がりがあればっていう、うん、爆発力はね、またちょっとだけこの中に入っても機械値ですからね、はい、なんか期待感はありますよね、一半チャンあれば簡単に、そう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 、一半チャンあれば50ぐらいね、ひっくり返しちゃうみたいな、ね、そういう雰囲気あります、うん、さあ西川ドラが1枚ある、吉田ピンズで一面ツイーペーコーが見えている、うん、ね、西川さんとしてはちょっとね、はい、抜けたと思ったけど三つどもえになるとちょっと話聞いてないよっていうな感じですよねこういうねあるんですよね、一人がちょっとね、はい、調子悪くて点数を吐き出しちゃって三つどもえになっちゃうって感じね、ちょっとまだ安心できない、そうそう、なんで石川さん絶対浮きキープって感じですね、はい、ここで沈んじゃうと本当に三つどもえになっちゃいますからね、ここで浮いてさえいれば大体みたいな感じなんで、浮いてさえいれば逃がしてもらえる、ちょっと加点して一曲消化したいですね、はい、西川いいシャンテン、ここも来ますよ、シャンテン、これは初で目いっぱいですかね、チャンタの方、うーん、これはどうでしょう、シャンテンにありますけど、とりあえずシャアを切っといて、はい、リャンワンさんを引いたらなんなんでタンヤオみたいなビジョンもありますかね、はい、さあイーシャンテンとなりました、佐々木これはその切り、うん、出たやつですね、ね、あ、はい、これでいいシャンテン、さあドラを引きました佐々木、うん、テンパイで、どうしますか、役なしだけど、役なし、役なし、これはこれはリーチ、まあ、リーチか、だから渋々いきますか、渋々全然リーチしたくないけど、はい、面だからって、サブローピン待ち、
そして吉田もいいシャンテン、会長が来るぞ、何の統一落としで、サブローピンは結構佐々木ががっつりと 1,2,3,4,5 枚、6、あローピンここに来た、あでも2枚、ああ吉田のところに1枚、あと1枚ある状態、そしてカウンピンでテンパイ森山、1枚切るのカウンピン、ローピンは3ピンが残り1枚、ウーピン2枚、ウーピンの方が有利、さあ3ピン、3ワントリアンワンの危険度だけでしたか、あここに1枚、さあここで西川が引けばかなり勝ち上がりが見えてくる、うん、うん、これはどうでしょう、3ワンを引くか、スーピンローピンどっちも通ってないんで、はい、まあ、ワンチャンスの3ワンが普通ですけどね、うん、はい、ピンって何のチャンスもないですもんね、とりあえず3ワン切っといてパーピンチーピン切って3色になった時だけスーピン勝負ってイメージになりそうですけどね、ここでスーピンいっちゃうのかな、スーピンまでも本当に何の根拠ないです、うん、ベタ折りするなら何でもありますもんね、はい、チーソーでもチーワンでも、ベタ折りも考えている、うん、スーマンだ、スーワンの方はなんかスーワンも一応ワンチャンスなのか、チーワンが通ってるんですね、なるほどなるほど、さあ会長も明らかに来ているので今日の参拝を見つけながらですね、はい、吉田が引き気味、さあまだ山に残っています、下と佐々木はもう降りている状態、そしてこれは、ああそっかそっか、もう一回、はい、さあ引けるか3ピン、それともウーピンか、さあうーん、まあもう一回数万切ってって感じですかね、残り数も少なくなってきました、さあ森山最後の数もではどうか、何を、あ3ピンだ、サブローピンめっちゃ切りにくい、これはどうする、テンパ維持するんだったら、あでも3ピンだ、西川の上がり、リーチドライチ、はい2600点、まあ、2600点ならまあまあって感じですかね、というところでしょうか、2600は2900点、猛獣するよりも親落としの方が罪だという考えだと思います、なるほど、さあ何2局になります、ドラはローピン、うん、ローピンって言いました、統一の人がいますね、あ佐々木トンが統一、ローピンも統一、なんか想像でも一目ずつ見えるし、これはどうやっていきましょうか、はい、統一にはなんないですからね、そうですね、ドラは切んなきゃいけないし、一通とかも見えちゃいますね、そうですね、シャーシャーの未来になりそうですけどね、シャーシャー、うん、さあ森山も想像で一目ずつ、このトーンは仕掛けていきますかね佐々木、うーん通常運転ならトーンから喜んでいきそうですけどね、はい、この、はい、トータル4着目プラスこのハンちゃんが8600点持ちなんでね、はい、ちょっとインパチクラス欲しいって思うとね、1枚目はスルスル可能性があると、うん、トーンをアンコにして本一一通とかドラの統一落としの未来もなくもないですからね、あドラの統一落としとかすごいですね、あったら、うん、でもねトンポンしてシャーシャーで高め一通のピンピン力が見えるんでね、そうですよね、うん、トンポンが
まあ普通トンがなくなった、悲しい。こうなると極端に久田さんの上がりが減ってしまう、厳しくなってしまいますよね。シャアを1枚目からはなかなか行きにくいんで ね、シャアを自分で自力でなんとかしないと結構上がりが厳しい、ね、あとドラを自分でドラかシャアを自力じゃないと、はい、急走も2枚目切られちゃったんで高いのがどんどんなくなっていく。うん、シャア地球の3色見えるか、はい、シャアかドラください、ね、え、そうですね、シャアが重なったらトンの統一落としになっていくか。うーん、シャアかドラかドラの統一落とし、うん、面前だとね本日3班で、はい、ドラドラで2班って考えるとね、はい、高いのはドラの統一落としですけど、うん、シャアは当然動けない。当然。あ、ここで、あ、ここででもね、いいですよね。ここで総図で、はい、3面図で考えるとまだ上がりがありそう。先の引き入れて、さんもいいシャンテンだけど、はい、ちょっと厳しい形もそうですね。三ピンが1枚切れで自分で1枚なんでね、はい、ちょっとほぐしていきたいですね。あ、ここにドラが来てしまった。3色じゃなくても使えるんでとりあえずペイですか。はい、おいで、佐々木かなり厳しくなっちゃいましたね。三ピンがもう目に見えて残り1枚なんで、しかもサーペイ3ピンを嫌っていきそうですね。ここで嫌うもあるか、一応ね、うん、最後の3ピン引くかもしれないんで一応残しました、はい、で吉田いいシャンテン満着。難はどうですか、まあ、誰も持ってないですか。はい、誰も持っていない状態、2枚とも山なんですね。ああ、これで本点ですか、本点ですかね。この2600加点でね、はい、曲昇華は喜んでですもんね。はい、ここで2600上がればトップにかなり近づく、うん、ここはリーチをする気があればチーピンなんですけどね。あ、やっぱり役割を目指すとチーピン残しますよね。うーん、佐々木ドロドロハイパイでしたが、ここはちょっと厳しい状態。さあ、モリアママリアメンリアメンのいいシャンテン、場はもう悪くなさそうですもんね。まあ、ちょっともう受け気味でしょうか、西川。あ、ウーマンだ、ね、あ、ウーマン森山からの上がりとなりました。なんドラ1 2600点、うん、今現状のライバルの会長から2600直撃できたっていうのも大きいですよね。あ、地味にそうですよね。素点を削って原点付近まで、ね、はい、削ることもできたんで、吉田としては森山とできるだけ差を広げての、そうですね、タラさんにしては多分会長との一騎打ちだと現状思ってるんで、うん、西川さんは、うん、西川、いや逃がすまでは行ってないんですけど、はい、会長の上に行ってれば間違いなく自分勝ち上がりなんでね。なるほど、まあ、ちょっとターゲットとして、はい、うん、入れてるでしょうね、辛く打つターゲットとして、はい、さあ、またこういう手配多いですね、ファンパイが統一の、はい、ドラマリアンスはちょっと端っこっぽいか、うん、西川はマンズで一メンツ、吉田初が統一にマンズで一面ず白も重なりました。加点するチャンスでしょうか。得意の役役本一ですかね。森山何が統一、佐藤さんは一通とチャンターと見ながらか、はい、ウーマンから切り出していきました。西川も二差しの三色あたりを見て、はい、さあ現状西川がトップの吉田が100点差、うん、森山も浮いている状態。西川さんが3色いいシャスになりましたね。はい、
石川一シャンテン、こちらも一シャンテンだ。そうですね、タレスさんは無理せず1000点でね、はい、オーラス迎えれば御の字でしょうから、なんか白髪ダブルバックのチーテンとかも全然取りそうですけどね、はい、そうですよね、まあ、打点面前だと、はい、一役一平行とかで5人は見えそうですけど、うーん、打点というよりは曲昇華の方に重きを向きそうですけどね、さすが田橋さんも、はい、この初はポンしますよね、はい、はい、これで天敗スチマン2枚目だったんですね、初じゃあ当然のポンですね、2巡目に切られてました、はい、さあ会長は2900期のラス前、もう先手も打ちたくないような状況で、はい、うん、自分の上がりの方が早いのか、はい、相手の先ほど、ね、スピードの方が早いのかの見極めですね。うわ、ドラが出てきたぞ、4着目の久里さんからドラが出てくるのはもう相当な緊急速報が流れてました。やばいやばいやばい、佐藤さんもリアンシャンテンから切ったんですね、そうですね、まだちょっと、まあ、もうでも早めに手放したいっていう、まあ、手は形は決まってますけどね、はい、思い切りましたね。さあ、さあ森山もピンを切るのは簡単なんですけど、抑えましたね、安全牌っぽく持ってるのと親がチーピン、はい、チーペンに見えてるのもあるのかもしれないですね、はい、で先9万のポンです。あ、チマ、これは吉田の上がり、初1000点の上がりとなります。さあこれで吉田がビサですがトップ目に立ちました。さあオーラスとなります。吉田の親番、ドラは何となります。3人浮きで浮き沈みの変動はなさそうなオーラスですね、はい、いいですね吉田。なんで森山会長はターゲットの吉田さんと、うん、はい、8.8 ポイント差とかなんで、はい、まあ、このまま終わったら大体浮き沈み、着順勝負なんですよね、あ、順位点で、はい、8ポイントぐらいすぐ変わるんで、はい、まあ、このまま終わらせても別に着順変わらなくても浮きさえキープできればこのままで終わっていいかなっていう状況ですね、はい、で西川さんは結構三つどもえとはいえ結構有利な状況で3番手の森山さんと20ポイント差つけて終わらす、あ、残り1回ならばこれでもいいかと、トップにこだわらなくてもいいかってことなんで、はい、会長と西川さんはもう終わらせに来ますね、はい、田橋さんはでも結構ここは、沈みにくい状況を使ってポイントを伸ばしたいってところですかね、森山との差を広げて、そうですね、久里さんはもう誰か沈めることがちょっときついので、まあ3000、6000つもなんとか、はい、うーんって感じですかね、はい、三差しのチャンス手ですよ、はい、三差しのチャンス手は吉田、そして森山またソーズの方で多い状況、うん、西川も今関数も引き入れました、うん、さあとりあえず2番で持ってるんで、はい、早々と両面の役割転廃ができた時だけドラリリースみたいな感じですかね。そして吉田一シャンテン、はい、会長は7700上がると一応トップか、どうでしょう7700、うん、でも会長は、はい、ここで8000上がったとして上がったとしても結局着順勝負なんですよね、はい、川内さんと最終戦、はい、なんでここで1000点上がるのも8000上がるのもそんなに変わんないですよね、最終戦無理する局面じゃないかなと思ったら親のリーチが来て、はい、いいスピン、それも高いし、高山3色、むしろいいピン打ちたいし、スピンはいかがですか、ああここにいいピン、いいピンの方なら、でもまあ安い方ですね、そうですね、はい、
リーチのみで2000点の上がり。と高めの方で上がれなくて残念でしたが、うん、でもこの加点は、まあまあまあ、はい、大きいですよね。もう一回親できるなら、で、はい、で、まあ、正直出所は不満ですけどね2000点でもなんか西川さんか団長か積もりたかったなというのは本音でしょうけどね、うん、加点できたと考えてもう一曲、はい、またいいですよ。南洋曲1本までドラは3層、吉田ピンズで1メンツありました。森山良さそうな雰囲気、マンズで1メンツ連続系一気通過見える、スーとドラ使って何番を目指してって感じですか、はい、で佐々木はあれですね、マンズで1メンツ、ピンズで1メンツ、ドラタッチある、いい3点ですけど、なんかいいピンの統一落としで単品にしたいですね。ちょっとペンサンソーペンサンマンのネックありますが、ここはダブナミキというかダブナン、ダブナンですね、うん、西川はピンズで1メンツ、ストレートにチュンチュンではない、うーん、一気通貫は、数よりも形を重視したって感じですか。やっぱりね、やっぱり上がる先点の上がり、着順勝負にしましょうと、はい、って感じですかね。あ、先も形良くなってきました。西川も一シャン点、一シャン点ではないか、一シャン点じゃなかったですね、失礼しました、2シャン点、タイヤの方にペンサンスを払っていきます。スースを切ってほぐしていきましたね。石川さんもね、リーチを打ちたくないんで、リーチを出すとね、はい、7300点とかになっちゃうんで、沈みの条件を、ね、はい、あまり作りたくないんで、役割テンパを目指してこういうね、自敗、ね、重なりましたね、重なりで守備を考えながら手配進行になりそうですね。そしてこのチューン、吉田当然ナイティック、役ができたのは前進と、はい、やんめりゃんめの一射ですもんね、うん、楽しさはまだまだやる気ありそうですね、さらに結構もう目いっぱい手を広げてって感じで、はい、目いっぱいです。天敗だ、スーチーマン、お母さんがどう上がってもトップにはならないですかね。先点ですもんね、ドラなしの。そうですね、はい、線は1300上がってもトップにはならない、はい、久田さんの数番がちょっと危なそうだったけど、これで使える、これで、そうですね、ちょっと出ないか、うん、さあ吉田もいいシャンテン、好きシャンテン、ええ、サスチマンですか、バニは1枚、これ差し子になった、うん、羽マンインシャンテン、あら、羽マンを積もると、はい、会長は沈む、あ、はい、沈みます、これが最高のシチュエーションになったかになるか、ウーワンウーソーの順番で引かなきゃ、ウーワン5を2つ引かなきゃいけないですね、うんうんうん、あ、でもドラが出てきてテンパイっぽい西川さん、はい、急げ、スーチーマン残り3枚あるような状態、うん、あ、チーマン、はい、西川チュンで1000点の上がりとなりました。線は1300、これで4回戦が終了となります。トップより吉田、2着西川、3着森山、4着佐々木、以上の並びで4回戦が終了しました。続きまして5回戦です。